6月2日は、グレゴリオ歴で年始から153日目にあたり、年末まで、あと212日ある。初のダービーステークス開催。画像は1821年のダービーグロバー、クリーブランドホワイトハウス内で、結婚式インディアン市民権法を発行イギリス女王、エリザベス2世の戴冠式初代アメリカ合衆国の、ファーストレディ、マーサ・ワシントン誕生作家、マルキド、 サド誕生。錬金術師、詐欺師、カリオストロ誕生作家トーマス・ハーディ。作曲家、エドワード・エルガー最後のギリシャ王、コンスタンティノス二世位、後藤元寺、大阪夏の陣で戦士イタリアの英雄、ジュゼッペ・ガリバルディボス。国葬が行われた大リーガール・ゲイリック、スジー粛性即作効果賞で、没弁の大ネゾルク射殺。 西ドイツの学生運動を過激化させた横浜港開港記念日。画像は1874年の横浜港イタリアの共和国記念日。ありがとうございます。